日本とモーリタニアの関係では、日本とモーリタニアの関係について外説する。中日モーリタニア大使館の表札1960年に、モーリタニアがフランスから独立したことを受け、同年11月29日、日本は同国を国家承認して、国交開始。モーリタニアは1989年7月、東京に中日モーリタニア大使館開設。日本は、 2009年7月の大統領選挙の実施を踏まえ、ある程度の民主化がなされたとして、同年8月に政府承認を行い、同年12月1日に在モーリタニア、日本国大使館を開館した。洋人往来としては、モーリタニアの大統領として初めて知り、モハメド・ウレド・シェイク・アブ・ダライが2008年5月に来日し、アフリカ開発会議に出席するとともに、総理大臣であった、 福田康夫と首脳会談を実施。2019年8月には、モーリタニア首相として初めて、シェイクシディアが来日し、彼もまた、アフリカ開発会議に参加するとともに、安倍晋三と首脳会談を実施して、安保理改革や北朝鮮情勢についての意見交換がなされた。また、日本は、モーリタニアと水産、漁業の面で、つながりが強く、 モーリタニアは訪れた閣僚の多くは漁業大臣もしくは海洋経済大臣である。一方で日本からの洋人往来は少ない。2019年2月には外務副大臣の佐藤正久がモーリタニアを訪れたが、これは初の副大臣級のモーリタニア訪問であった。それ以前には大統領就任式のために2007年に 外務大臣政務官の浜田正義氏が2014年の大統領就任式では衆議院議員の北村誠吾が特派大使としてモーリタニアを訪問している。貿易関係は2019年のモーリタニアの対日輸出は252億円を超えている。一方、対日輸入は25億円に止まり、モーリタニアは大幅な黒字を記録している。この理由は モーリタニアは日本の食文化に欠かせないタコ等の水産物を日本に供給しているからであり、日本が輸入するタコのうち約4割がモーリタニア産と中国、モロッコと並ぶ一大供給国となっている。一方日本はモーリタニアにタイヤや自動車、漁船用モーター等を輸出して水産物の輸送を支えている。なお、モーリタニアにおける タコ漁の普及については、中村正明という人物が大きく貢献している。彼は1978年26歳の時に国際協力事業団からモーリタニアにただ一人派遣され7年間漁業指導を行ったが、もともと産業としての漁業は発展していない国であったため人材、物資、技術に乏しく指導は困難であった。しかしある時、モータニア沖に、 良好なタコの漁場があることが分かりタコ漁を軸に進めていくことになった。タコはモーリタニアでは消費されないため漁獲量がそのまま輸出へと直結し大きな利益をもたらした。すると公務員の数倍以上の収入を目当てに漁師になる人が増え漁で使うタコズボの生産工場も作られるようになったのである。2018年までの日本の累計援助実績は700億円を 超えており、急創四国であるフランスと並ぶ主要な、モーリタニア援助国である。前期した理由から、日本のモーリタニア支援は、水災系のものが多い。漁港の拡張、水産物衛生検査所の建設などである。また、小中学校の建設や、飲料水供給施設の整備、平和構築、治安維持及び司法強化といったソフト面での支援。 食料援助なども複数回実施されている。文化交流としては、日本モーリタニア友好協会が2011年に日本で設立されており、モーリタニアの知名度向上や交流進化を促している。また、日本の昆虫学者である前のウルドコウタローは、モーリタニアに滞在して、砂漠飛びバッタの研究を行うなど、学術面でつながりが存在する。ありがとうございます。